安則さん、初見かわいい、うわありがとうございます。ゆいちーってありがとうございます。お、今日髪型、そうです、今日ね実はちょっと髪型がいつもと違うんですよ。今日ねなんとポニーテールじゃなくて、なんかポニーテールに三つ編み足したバージョンのやつです。ちょっと変えてみました。あ、マッキーマッキーさんと ZR7S さん、かわいいってありがとうございます。嬉しいです。お、プーあ、またどっか行っちゃった。プーマさん、土曜に会ったばっかりなのにもう会いたくなってるよ。そうです、なんかもうもう土曜日から何日経ちましたっけ。もうめっちゃ時間が早いです、過ぎるのが、うん、あっという間です。お、アルバンさん、はずみかわいい、ありがとうございます。あ、ツイッターフォローしましたって、イエーイ、ありがとうございます。お、ドレミファインパーターさん、お、ありがとうって、あれ、こちらこそありがとうございます。お、あと1個送ってきてくれてありがとうございます。お、うさしおさん、ゆいちちゃん元気？元気ですよ。今日はあの学校でね、友達と、あ、ツイッターにも載せさせていただいたんですけど、鬼ごっこをして、私が逃げる側で、本当にあと少しで捕まるとこだったんですけど、無事逃げれました、イエーイ。あ、中里さん、ちょっと遅れてこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。はるちゃんさん、鬼ごっこしてるんや。そうです、そう、今日は友達とお昼休みに鬼ごっこをさせていただきました。いや本当にね、すごい お友達も足が速くて私足遅いんですけど、なぜか逃げ切りました。おーちゃんさん、ゆいち足速いの？ゆいはです、私はですね、だいぶ遅くて、はいそう、なんかダンス、結構いろんな方からそのダンスが上手ってよく言ってくださるんですけど、だからそれで運動神経いいね、いいのかなみたいに聞かれるんですけど、全然そんなことないです。うん、めっちゃ足遅いです。ゆいちーさん、名前ありがとうございます。遅れてごめんだって、全然大丈夫ですよ、まだ私も始めたばっかりなので待ってました。ひでっきーさん、6時3分帰宅中で無音で見てます。あ、無音ですか、ひでっきーさん、ひでっきーさん、ありがとうございます。お、レオ、英語がレミリンちゃんさん、ハローゆい、ハロー、my name is ゆい、 nice to meet you、 合ってるかな。せいちさん、友達がお話し会でゆいちに俺の友達と言ったらしい。あ、そうなんですよ、なんかどなたかがあのせいちさん知ってますかって聞いてくださって、私にあ知ってますって言ったら、そのお友達ですって言われて、あ、そうなんだって、うん、なりました。あれがせいちさんのお友達だったんです。今度来てください。ひとくいパンダさん、中3で鬼ごっこ、そうです、中3で鬼ごっこですでなんかあの今日は私からじゃなくてお友達が誘ってくれて、めっちゃ楽しかったです。りなさん、お、りなさんありがとうございます。今日レッスンないの、今日はお休みです。あ、そういえばもうやっと平日が終わりました、イエーイ嬉しい、お疲れ様です。ゆいちーさん、お、持久走苦手、いや、この前持久走あって、でも苦手っていうか、でもただ単にきついのがちょっと
あれなんですけど、でも走って、でもそんな苦痛ではないです。ゆりかもめさん、身長伸びてあとちょっとで160センチなんだね。そうです、160センチです。あと私1ミリ身長が伸びて159.1 から2になりました。ありがとうございます。ミサさん、 50m 何秒？ 50m は何秒だったっけ、9秒とか8秒ぐらいです。8秒はいかないか、9秒ぐらいです。ドレミファインターさん、今日は休みだったので家の手伝いをしてました。おありがとうございます。あ、お疲れ様です。最近家の掃除とか全然しなくなって、うわーってなってます。家が。お、短距離は得意ですか？短距離は苦手です。だからちょっと体育大会の話なんですけど、なんですっけ、こうバーンって用意どん時にバーンってするじゃないですか。もうその音も本当に苦手だし嫌です。マシューさん、アウトオブ48でユイユイと並んで座ってる、ユイチ可愛かった、ユイユイチ結成しよう。うわ、見てくれましたか？そうなんです、私ウィリさんのお隣に座らせていただいて、でもあの時ちょっと結構緊張してました。おいでって言ってくれたから、え、いいのかなって思いながらも座らせていただいたんですけど、うん、嬉しかったです。ユイユイチいいですね。もし小栗さんが良ければですけど、いつか結成したいです。あ、にゃんなかさんとかずすけさん、はじめまして、こんばんは、初見ありがとうございます。ありがとうございます。お、ツイッターとルームフォローしました。わー、ありがとうございます、嬉しい。今日は学校終わりですか？今日は学校終わりですよ。今日は学校頑張ってきましたよ。たけしさん、緊張が顔に出てた。え、出てましたか？え、なんかめっちゃ我慢っていうか、その緊張がわからないようにしようって思って、結構ちょっと余裕そうな表情してたんですけど、出てましたか？ひとけいパナさん、テレビAKB 最近聞いたよねの18期お披露目の裏側密着は見ましたか？私ですか？私も自分自身で見させていただいて、そう、オーディションの時にお腹出しの服を着てたんですけど、でもあの時踊ってる時の私の表情がめっちゃ思ってたより怖がってるっていうか、緊張してなんか無表情みたいになってて、もうちょっと笑顔でって自分で昔の自分に思ってました。お、ララッキーさん、遊びに来たよ、ありがとうございます。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませです。お、ゆいちはどのグループに入ったの？それは内緒、内緒、お楽しみに、お楽しみにです。楽しみにしててください。お、ピーちゃんさん、もしアウトオブ48でユイチがリーダーに選ばれてたら誰を指名する？私、でも本当に、そんなの自分で全然考えたことなかったからわかんないですけど、でもしかしたらちょっとあんま自分自身頼れないって頼れないっていうか、リーダーシップがあんまないから、私も最初ユナ選んでたかもしれないです。ユナがめっちゃレッスンの時とかに振りを私が分からないとこがあったら教えてくれたりとかしてくれるので、多分一番リーダーシップのあるユナを選んでたと思います。ユメミンと同じで。ハルさん、久しぶりの初見。そうです、もう初見がいいって言ってくださる方がいて、だからもう本当は初見なんですけど、初見って呼びます、お願いします。マシューさん、18期のまとめ役はユナちゃんだじゃなんだね。そうなんですよ、ユナがめっちゃもう前に出て積極的に、なんか分からないってことがあったら全然教えてくれるし、しかもユナ自身もこう振りが分からなくなったらすぐこう教えて
くださる先生のところに行って、ここどうするんですかって言って聞いてて、うわすごいなって思いました。私絶対そんなの聞けないから、ってすごいなってなりました。アウト48のユイチはすごく冷静に見えた。あ、冷静でしたか。あ、なんかあの時めっちゃ緊張してて、ちょっとその緊張を見せないように落ち着こうと思って、でもさっきは緊張が顔に出てたって言われたけど、冷静に見えたって言ってくれてありがとうございます。あ、にゃん中さんハートいっぱいありがとうございます。お、よしふみさん、はるきゃんさんもありがとうございます。ピーちゃんさん、尊い、うわありがとうございます。尊い、尊いですあ、はまちゃんまんさん、こんばんは、こんばんは。お、ゆいち、ゆいち、あ、そうです、私のニックネームはゆいちですゆいちです。しゅうかさん、お、ゆいやず、ゆいやず推しですか。しゅうかさんいつも見てますよ。ゆなちゃんはママなんだもんね。そうですね、私本当に、あ、そう、一番お母さん役はゆなで、私のお姉ちゃんが、だけど一番のお姉ちゃんやっぱりこひなかな、こひなです。こひながお姉ちゃんで、ゆながお母さんですマシューさん、ゆいちは妹担当以外に何担当かな。私なんだろう、あ、私はよく食べるので、食べるから、大食い担当、大食い、よく食べる担当あ、食いしん坊担当でお願いします。食いしん坊担当ですコヒとのコンビ名はしましま姉妹で合ってますか。そうです、しましま姉妹です。なんかなんでしましま姉妹になったのってよく聞いてくださるんですけど、なんかそれはなんかコヒが考えてくれたんですけど、でも多分そのしましま姉妹ってなんか言いやすいっていうか、なんかリズムがいいじゃないですかだから多分コヒもしましま姉妹にしてくれたんですけど、でも私自身もめっちゃいいコンビ名になったなって改めて実感してます。かすみお姉ちゃんとのコンビ名、かすみお姉ちゃんはあのジョイフルインザ姉妹って言うんですけど、そのなぜそのコンビ名になったかっていうと、あの私たち、あのもともとかすみんがあの大分出身だから、あの九州、ジョイフルがずっと九州にあるもんだと思ってて、それだからあのジョイフルってあの九州だけにあるんだよっていう話したら、そうなんだってかすみも知って、だからそあのコンビ名決めたいねってちょうどその時話してたから、じゃあかすみんがじゃあジョイフルインダ九州でよくないってなって、ジョイフルインダ九州にしましたJポーズです。でもこの前あの新しく発覚したのが、あのジョイフルはその他の都道府県にもあるってことして、あ、九州だけじゃないんだと思って、だからあのこの前ちょっと変えさせていただいて、ジョイフルインダジャパン、ジョイフルインダ全国だったっけ忘れました。でも全国かジャパンになりました。お、ショールーム配信楽しみです、ありがとうございます。ショールーム、なんか最近は結構ね、なかなか忙しくさせていただいてできなかったんですけど、今日はお久々のショールームです。あ、飛行機を90度だと思ってたゆいちさんそうなんですよ。私実はその飛行機が、前にも一回このショールームでお話しさせていただいたんですけど、ずっとあの飛行機がこうまずこう離陸するじゃないですか、これが地面として、こう飛行機が行って上がるときにこのこう行くって思ってて、でその後だいぶお空に来た時点でこうって戻るのかなってずっとあの初めて乗る前に思ってて、だから最初すごい
あの飛行機乗る前に緊張するってなったんですけど、でもすごいいっぱい子供の方とかあのいて、怖くないのかなってちょっと私だけ結構ビビってたんですけど、でもいざ乗ってみると案外こうピューンって平和にっていうか、あの進んでくれてそうだから安心しましたっていう話をしたんですよ。そうずっと私こうあのここからこう行くって思ってたんですよ、飛行機が90度でジェットコースターより怖いのかって思ってたんですけど、こうし行きました、行ってくれました飛行機さんがお、離陸時の角度は約3度、3度、90度と全然違うあのロケット、あそうロケットじゃないんですけど、こうあの本当に宇宙に行くぐらいの勢いなのかなって思ってたら違いました平和な飛行機で良かったですね、良かったです。いやそれで本当にあの最初こうずっとこのこれって思ってた時期はなんか地球出ちゃうんじゃないかとか思ってたんですけど、安心しました。カズさん初めまして、スルーされた、え初めましてだったんですか。あ本当だ、初見てつけてくださってる、初めましてカズさん、いちごとみかんありがとうございます。初見そうです、私初見のこと初見って呼んでます。リラックマさん、ヘリコプターは真上に飛ぶ、ヘリコプターもこうなんですか。私あのヘリコプター乗ったことないからあんまりわからないんですけど、ヘリコプターもどういう風に飛ぶんだろう、こういう感じですか。ヘリコプターもこれですか。すごい、それこそ宇宙に行かないのかな、ヘリコプターって。あ、待ちかね服着てるさ、こんばんは、ありがとうございます。ゆいちさん、船乗ったことありますか。船は乗ったことあります、あのだいぶ昔なんですけど船乗ったことがあって、ちょっと結構小型の船に乗ったんですけど、その時にすごい波が強くてもうこう船がそれこそこうなったわけですよ。でそれで私中にずっと座ってたんですけど、本当にもう気持ち悪くなりすぎて、そう本当に具合悪くなってきて、でも無事なんとかなれましたあ上は向かない、あ上は向かないのか、ヘリコプター、ああそ上に、真上ってことは、あなるほど、こうずっと進んでいく感じなのか、こう地面だとして、こういうことですか。でその後にビューンか、あ学びました、ありがとうございます。あさくらさん、長崎だったら船多そう。船多いです。なんか長崎は山と海が多くて、だからそのなんて言うんだろう、海が多いから船も多くて、だからだいぶ泳いでます、船さんたちがもぐけんちゃんさん、こんばんは。おスクショタイムくださいって、あじゃあ、 あの安定のあのポーズをぜひリクエスト送ってくれると何でもするので送ってほしいです。おさとちゃんさん、ハートありがとうございます。あせいいちさん、バラあの花束ありがとうございます。今気づきました。サブちゃんさん、いいねありがとうございます。モンさん、緑の誰もありがとうございます。おケンチさん、バラの花束みたいなくれてくれる、ケンチさん覚えてます、これバーンのやつですありがとうございます。おじゃあまずは18期ポーズいきます。ふわこさんありがとうございます。じゃあいきます、18期ポーズです、これです、こう手を組むんですよこんばんは。あ、豚骨ポーズいいですね。豚骨ポーズはこちらです、合ってますよねこれです。
猫耳ポーズ。猫、猫、あ、これか、あ、うさぎか。猫耳ってどうすんだっけ、こうか。これクマさんの気がするけど、お、髪型が分かるようにって。なんか調子乗ってる人みたいになっちゃった。ありがとうございます。あ、ゆいちかわいいよ。あ、こうへいさんありがとうございます。お、大野貴文さん、変なことを言うアズにツッコミポーズ。あ、アズへのツッコミポーズか。ツッコミポーズは、じゃあ、ツッコミポーズで難しいな。あ、じゃあ、あ、これで、何なんでしょうのポーズです。これは、アズにツッコむポーズです。アズアズ。お、ケンイチさん、たい焼きポーズ。たい焼きポーズは、じゃあ、魚の形してるので、これで。たい焼きポーズ、こちらです。これなんか変なポーズすぎてスクショされてるかわかんないんですけど、たい焼きポーズです。何でも送ってください。鬼ごっこポーズですか。鬼ごっこポーズは、鬼ごっこだから、じゃあちょっと、あの、逃げる、今日逃げた役だったんでこれです。あ、こうか、逃げてますポーズです。鬼ごっこポーズです。ズッキューンやって。ズッキューン、ズッキンポーズです。ありがとうございます。ゆいちさん、お話し会でどういう話がいい。お話し会は、なんかもう、ゆいちゆいちって名前言ってくれるだけでも全然嬉しいですよ。ぶりっこポーズで。ぶりっこポーズ、ぶりっこポーズ、これかすみんがめっちゃ可愛くて、ブリコポーズです。ヘリコプターポーズ。ヘリコプターポーズは、あ、なんかここでなんかぐるぐる回ってますよね。だからこれ、これヘリコプターポーズです。ヘリコプターポーズです。身長伸びたポーズ。ドンさんありがとうございます。身長伸びたポーズは、どうしよう。じゃあこれで、これ身長伸びましたようなポーズです。そうなんですよ、私1ミリ伸びました。そうなんです、あの1ミリ伸びて 159.1 から2になりました。たくさんの応援コメントをいただいて、あ、お祝いコメントをいただいてありがとうございます。飛行機ポーズ。飛行機ポーズは、どうしよう。飛行機は、じゃあ、あの、こう行くので、飛行機です。飛行機です。よしふみさん、眠いようポーズは、眠いようなんで、これなんか、これちょっと半目の眠いようポーズです。ありがとうございます。目指せ180身長目指します。応援お願いします。お話し会ポーズ、あ、お話し会ポーズは、じゃあおしゃべりしてるんで、これで、これにしようかな。お話タイムです。人食いパンダさん、お腹すいたポーズ。お腹すいたポーズは、じゃあ、どうしよう。あ、お腹すいた時は、私いつもしてるポーズがあって、これなんですよ。これお腹すいたポーズです。お腹すいたってやってます。お腹すいたポーズ、あと少しで160センチポーズを。はい、160センチポーズはどうしよう。で、上がれのこのポーズで160ポーズです。
ありがとうございます。あ、阿部ちゃんさん、初見こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。お、今日もお仕事お疲れ様です。お、にゃんなかさん、今度名札して会いに行きますね。あ、待ってます。今度あのオンラインお話し会もあるのでね、来てください。せいちさん、ゆういちポーズ、ゆういちポーズは私あの毛量が見ての通り多いんですよ。だからこれです。そう、なんかこの間なんだっけ、あのお話し会に来てくださった方が一瞬こうしてくれた方がいて、あ、ゆういちポーズだってなりました。毛量ポーズ、あの略して毛量ポーズなんですけど、覚えてくださると嬉しいです。お、ありがとうございます。またスクショタイムするので、またその時皆さんポーズ入れてください。ありがとうございます。ゆういちポーズ、それなんや、それです。ゆういちポーズこれです。あ、なんでそのポーズになったのって、私はあのこのあの今はちょっと三つ編みしててよく見えないと思うんですけど、毛量がもうメンバーの中で一番本当にダントツで多くて、だからその髪の毛が多いってことで、この多すぎのこのポーズ、毛量ポーズです。毛量ポーズになりました。そうです、お話し会でね、このポーズしてくださる方がいて、うわ、毛量ポーズとゆういちポーズだってなって感動しました。ゆういちポーズです、ありがとうございます。お、じゃあ、あ、質問していいですか。質問してください。質問お願いします。おーちゃんさん、お姉さん方食べ物をくれる？あ、くれます。特に、え、誰だろう、ユナとかがグミを持ってて、あのユナがグミの袋をパッと開けた瞬間に、あのゆめみと私で、あ、ユナユナってユナの方に叫びながら走っていって、こう手を差し出すんですよ。差し出したらポンってグミを乗っけてくれて、あんって食べます。美味しいです。この前はマスカット味のグミを食べました。あ、波動できそうなポーズ。波動できそうなポーズ、波動って何ですか。波が動くって書くんですけど、あ、じゃあ波動が動くので、予想はこれです。さくらさん、波動ポーズです。ちょっと飛行機ポーズに似てますね。ピノヒロさん、初見ありがとうございます。学校行くときは結ばないの？学校行くときは結んでます。そう、それは一本結びで行ってます。お、つよしさん、オンラインお話し会で毛量ポーズで登場します。お、毛量ポーズ待ってますよ。これでドンって来てくれたら、あ、毛量ポーズだってなるので。毛量ポーズって言います。あ、ゆなちゃんグミくれるんだね。そうなんですよ、ゆながめっちゃグミくれて、もうなんか私がどっか向いててもパッと音がすると、あ、グミだってなって、ゆなの方に走っていきます。ドレミファインパファインバータ、うん、バータさん、学校行く手段は自転車？いや、自転車じゃなくて、あの徒歩で行ってます。そう、お散歩がてらにいいなって思って。マシューさん、ゆいちはたい焼きあんこ派クリーム派？私はクリーム派です。あの、私いつも小豆の前で、あずの前でカスタード派なんだよねって言ったら、ちょっと怒ったかで、って睨まれます。だから小豆派だよって言います、ちゃんと。どうさん、身長伸ばす以外に目標ある？身長伸ばす以外だったら、なんだろうな、とりあえずダンスがもうちょっと上達させたいので、とりあえず今はダンスをもっと上達して、こう皆さんに見せれるようになりたいです。ウジーさん、初見はじめまして、ありがとうございます。山口ゆいです。お、ユンさん、ゆういちです。あ、挨拶をしてくださいって来てる。じゃあ行きます。じゃあ皆さん画面越しに挨拶をお願いします。
はい、今からリズムに合わせてゆいちって言ってください。はーいって言います。ゆいち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 。ゆいはみんなから愛されたいちゃん、長崎県出身、中学3年生14歳、ゆいちこと山口ゆいです。よろしくお願いします。自己紹介が遅れちゃったんですけど、ゆいちこと山口ゆいです。お願いします。学校楽しい。そうなんですよ、私最近学校が楽しくなってきて、すごいね、いっぱい友達で喋ったことがない友達とかも一緒に遊ぶようになったりとかして、今充実できてます。最近長崎ちゃんぽん食べたよ。あ、宇佐城さん長崎ちゃんぽん食べたんですか。美味しい。私も今日、実は今日の朝ごはんにちゃんぽん食べました。お揃いです、イエーイ。ものものさん、毛量ないポーズってあるの。毛量ないポーズは、すごい、それ考えたことなかったんですけど、毛量ないポーズはどうしようかな。じゃあここの頭の上でバツをします。毛量ないポーズです。毛量ないポーズです。これ、こちら毛量ないポーズです。ゆいちゃんペットみたい。そうなんですよ、本当にもうハッと夢見と一緒になってグミもらえます。ピーちゃんさん、ゆいちはお菓子買っていかないの。実は私レッスン終わりにお菓子を買ってみんなとワケワケします。お、ララッキーさん、かわいいかわいい、ありがとうございます。 M ポーズ、あれ M ってどうだったっけ。こうか、ちょっと一回見えやすいように立ちます。 M ポーズでーす。M 合ってますか。M ポーズです。ポーズありがとうって、いやいや全然、また全然リクエストしてください。ゆいちさん、ホテイ先輩とお菓子交換した。そうなんですよ、この前お菓子交換みたいなのして、私がちょっと17期さんたちにお菓子をやってちょっとだけおしゃべりしたいなと思って、サエと一緒に、あ、お菓子よかったらどうぞって言って、え、いいのって言ってくれて、お菓子をお渡しして、したらその布袋さんからもそのコーラの形をしたグミをいただいて、いや、もう本当にもう美味しく感じたって言ったらあれなんですけど、もう嬉しすぎてやばかったです。あ、キムテツさん、バラいっぱいありがとうございます、嬉しいです。さとちゃんさん、 GG グッドグッドかな、ありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさん、初見ありがとうございます。虹色の星ありがとうございます。あ、しゅうかさん、ハートありがとうございます。ししふみさん、ハートありがとうございます。ハート、夢がよくするハートです。オーベルさん、こんばんは。トマーキさん、こんばんは。山口です。シューカさん、いつもいろいろ買ってるイメージだけど、お財布にちゃんとお金が入ってるか心配してます。そう、ちょっとね、最近やばいことが起こりまして、私この前最終の駅に着いて、そこで改札を通ろうってしたんですけど、したらなんとその改札を通る分のお金がなくてそうなんですよ、だからその改札の目の前でお金ない、どうしようってなったんですけど、ちょっとそこにね、ある方に出会いまして、その方からどうぞって言って、ちょっとお金をいただいて、知ってる方なんですけど、でその後にお金を入れて無事改札通れたんですけど、でもその後はちゃんとお返ししました。
大変だったね。大変だったんですよ本当に。あの今日この駅で止まらないといけなくなったらどうしようってずっと心配だったんです。あ、鎌田さん、初見こんばんは。こんばんは。ギリギリだったねって。そうだね、ギリギリだったんですよ。あ、本当に心配です。ピノヒヨさん、初見ありがとうございます。ゆめみんがグループリーダーに選ばれたけど、ゆいちはリーダーなんかやったことある？あのダンスとは関係ないんですけど、その学校のなんて言うんだろう、体育大会で応援団をあの結成するんですけど、あのその時にあの私はその応援団じゃないんですけど、その応援団のみんながそのダンスをみんなの前で披露する時があって、それを私があのダンスリーダーとして教えたことがあります。そう、私ダンス好きなんでね、応援団の皆さんに教えました。教えました。あ、すごいねって、ありがとうございます。刈り上げくんさんすごいやん、すごいやんって、ありがとうございます。ピーちゃんさん、団長かと思った。え、そう、団長に、ね、なりたかったんですけど、その実その応援団に入るオーディションみたいな、オーディションみたいなのがあって、でそれであの一人ずつこうみんなの前であの自分の名前を叫んで声が大きかった人から選ばれていくみたいなやつだったんで、あのそれ一回実はちょっと応募したんですよ。応募したんですけど落ちました。でだいぶ昔のことなんですけど落ちました。18期のダンスリーダー、ダンスリーダーって言ってもらえるなんて光栄です。そう、ダンスは4歳から習ってるので10年間やってます。ピーちゃんさん、声の大きさで決めちゃうのか。そうなんですよ、声の大きさでまさか決めるって思ってなくて、そのダンスだったらあいけるかなってちょっと希望はしてたんですけど、まさかみんなの前であの叫ぶオーディションだったんでちょっと落ちちゃいました。うさしおさん、おととい誕生日だったからショールーム待ってた。えぇ、ー、そう、え、おととい誕生日、待って遅れちゃったんですけど、うさしおさんお誕生日おめでとうございます。わー、したかった。え、そうなんですよ、ショールームね、あの最近そうされてなくて、まさか誕生日だとは思ってなくて、おめでとうございます。じゃあ今お礼申し上げます。プレゼントです。イエーイ。ダンスといえば、ゆいち、ゆいちありがとうございます。ゆいち、ネモハモ、あ、ゆいちさんありがとうございます。ネモハモを見てファンになりました。うわー、ありがとうございます。それ、なんか実はあの時、結構ね、あの、ネモハモルーマーどういう感じっていうか、すごいあの、心配してて、あの、うまく踊れてたかなって思ったんですけど、思ってたよりね、いろんな方がうまかったって言ってくれて、嬉しいです。ありがとうございます。ピーちゃんさん、なんて叫んだの？あの皆さん、あ、そのクラスの全員の前で、あの応援団長のオーディションの時に、あの山口ゆいって叫びました。自分の名前をこう叫んで、一番声の大きかった人がやっぱり団長になったんですけど、私はその団員になる前に落ちちゃいました。悲しい。猫パンチさん、学校で何かの委員会出た。私は図書委員会をの、 あの部長をさせていただいてました。だからそのあの会議の時に、委員長、あの委員会会議みたいなのがあるんですけど、あのその時に私がやっぱり一応部長なんで、今から会議を始めますって言うじゃないですか。でもそれだけでもその緊張してて、一人一人その委員会に入られてるあの名前を言うんですけど、その時も同じ人の名前を2回言ったりとか、めっちゃ、間違えてて、もう本当にもう部長はあのなるべくちょっと控えたいなって思いました。ハッピーサッピーさん、ゆいちといえばポニーテール。ポニーテールです。今日はちょっとね、ポニーテールに見えて、ポニーテールを三つ編みに結んでみました。お、
誠一さん、ミーヨンにユイチよろしくって言って、私もユイチ好きだよって言ってた。それそうなんですか。え、そんな嬉しい、言ってくれてありがたいです。ありがとうございます。え、ユイチ好きだよってフカイチさんから言われたら、もう本当にもう本当にやばいです。嬉しすぎます。ありがとうございます。沼ハマユイチインパクトありすぎたよ。本当ですか。うわー、本当にそれは嬉しいです。ネモハムルーム、あれは練習してる時にすごい筋肉痛になっちゃって、次の日足がもう本当にもう上がらなさすぎてやばかったです。お、何かショールーム配信で企画などはする予定ありますか。あ、この個人ではなんかちょっと今度ね、から歌を皆さんに聞いてほしいなって思ってるし、何ですっけ、こういろんなねゲームとかゲームやりたがりなんですけど、いろんなねゲームをやりたいなって思ってます。ココちゃんさん、ゆいち初めて来れた、初見ココちゃんさん、ありがとうございますお、しゅうさん、ゆい俺もゆいち好きだ、ありがとう。しゅうさん、ありがとうございます。なんかしゅうさんすごいですね、湯直しでありがとうございます。わざわざ来ていただいて、いいね、カラオケぜひ聞きたい。そうなんです、今絶賛歌の練習中で、ちょっと最初から比べるとこの少し上達できたかなって思うので見てほしいです。ネモハも足上げるから辛いよね、人食いパンダさん。そうなんですよ、こう足をねすごいいっぱい動かす、サビなんですけど動かすところがあって、もうそれ最初した時は次の日倒れましたカラオケ配信もいいよって、そう、待っててください、ありがとうございます。さくらさん、18期で一番推してますって、うわー嬉しい、もうそれは嬉しいです、言われたらありがとうございます。ゲイって呼ぶと惚れちゃうのって本当そうなんですよ。私名前を結構言わせていただいてるんですけど、その名前を呼ばれるとドキドキっていうか、ときめいちゃうっていうのかな、もうゆいちとかゆいって呼ばれたらあーってきます。あーやばい、言われた、嬉しいみたいな、ときめく、惚れちゃうみたいな感情になります。ココちゃん、やばかわいい、ありがとう。ココちゃんさん、ありがとうございます。つよさん、ウィッチウェイ真似して足痛めましたえ、大丈夫ですか。え、その真似してるところをぜひ見たいですあ、そう、あれ足痛めますよね、絶対痛いです、あれは。お、ココちゃんさん、虹色の星ありがとうございます。にゃんなかさん、ピンクのハート、嬉しい、ハートハートハート、いっぱいありがとうございます。あ、さとちゃんさん、 GG グッドグッドかなわかんないけど、ありがとうございます。キムテツさん、バラの花束ありがとうございます、嬉しい。これからときめき多くて大変や、そうです、握手会の時にいっぱいゆいち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 ってこう連呼いっぱい続けて言ってくださる方がいて、もうそんな言われたら倒れちゃうって思いながらお話ししてました。愛知のいちごさん、ありがとうございます。恐れ多くてゆいなんていうね、ゆいって呼んでください、ゆいお願いします。ピノヒルさん、 AKB48 を13年応援してるけど、ほんと18期生は完成度が高いと思ってる。うわ、それは嬉しい、ありがとうございます。そうなんです、私お披露目ですごい長い期間みんなと一緒にレッスンをやったので、そうだから結構評判が良くて嬉しいです、ありがとうございます。浩平さん、ゆいちに名前呼ばれたら惚れちゃうよね。あ、私にですか。浩平さん、浩平さん、今何をされてるんですか。浩平さん、惚れましたか。しのさん、ゆいって呼んでもいいですか。ゆいって呼んでください、ありがとうございます。
レンコ、ピノヒロさん、レンコやね、レンコです。ドンさん倒れるの、そうなんですよ、私名前呼ばれたら倒れます、本当にうわーみたいになります。カズさん、長崎から通ってるのって、いやもう今は長崎じゃなくて、ちょっと長崎を一旦お別れしてこっちに来ました。ありがとうございます。としさん、お話し会の時にダンスうまいしか言えなかったわ。いやもうそれだけでも全然嬉しいですよ、ありがとうございます。お話し会の時に話す内容を忘れちゃってごめんねいや全然大丈夫です。あの私がこう一番最後であの見送る形にだったんですけど、やっぱりこうね、その前にいっぱいお姉ちゃんたちが他にもいるから、なんか話す内容忘れちゃったごめんって言って去ってくれて、あの去ってくれる方もいて、うわなんか嬉しいな。でも話してくれるだけで全然嬉しいので、ありがとうございますって感じです。いつでも来てください。はやぶささん、根も葉もって見た目とやってみるとではしんどさが伝わらないダンス。え、そうですよね。やっぱり私もあの AKB 入る前に根も葉もルーマーのダンス見てて、あ、なんかすごいかっこいい曲だなって思って、なんかダンス踊りたいな、でもあのでも踊ってなくてなんですけど、いざ踊ってみると本当にきつくて、やっぱりそう考えるとあの先輩の方々上手だし、もう足がねすごい上がってるんですよ、あの短時間でだから本当にすごいなってなりました。あ、すいません、今日喉がねあの今日暑くて乾くんですよ。こちらいただきます。うん、うんふん失礼しました。うさしおさん、今日の体育は何やったの？今日はですね、あの野球をしました。野球っていうかなんかこう打つゲームみたいなのをしました。何飲んでるのって、こちらはですねリンゴジュースでーす今日はねあの学校であの牛乳を飲んで、ちょっとリンゴジュースを飲んでいます。うん、あ、サイダー本物だって、サイお、サイリンゴジュース飲んでるよ。ソフトボールかな、ソフトボール、そうソフトボール、あ、ソフトボールだ、ソフトボールしてます今おリンゴジュースおいしい、おいしいよ。なんか飲み始めると止まらなくなりそうだからエモヤンさん、初見ありがとうございます。ソフトボールどうでしたか？ソフトボールはあの私球技ちょっと苦手なんですよ。だからこうお友達がボールを横から投げてくださって、それでこう投げてきたボールをバットで打つんですけど、それがねなんか本当に何回も空振りすぎて他の仲間のみんなにゆいち頑張れって応援されてなんとか打てました。結構ねあのボールが軽くて遠くに飛びました。しのさん、ゆいしのって呼び捨てでいいよ。え、しのって呼んでんですか？じゃあしので、しのありがとう。サイがリンゴジュース美味しそうだね、配信頑張ってね、頑張るよ、ありがとう。カズさん、初見ありがとうございます。あ、カズさんありがとうございます。好きな果物はバナナです。あ、今日給食でバナナ出たんですよ。実は愛知のいちごさん、またエリーいるんだが、いらっしゃるんですか？本物ですか？ちょっと待って、嬉しい。千葉さん、いらっしゃいますか？
え、なんか急に緊張してきたんですけど、本当なのかな。じゃあちょっともしいらっしゃったらでいいんですけど、なんて言えばいいんだろう、緊張して、このお菓子交換しようねってコメントしてます。本当ですか。逆にいいんですか。なんか今度、なんかポテトチップスとか箱で送るので、もしよかったら、もしよかったらお菓子交換したいです。うれしい。あと、顔がちっちゃいです。あ、ポテチ箱がいそうです。ポテチを箱ごと今度千葉さんに送らせていただきます。もし嫌じゃなかったら。そうですあ、エリーさんツイッターフォローしてますか。フォローしてます。もうありがとうございます。フォローを返してくださったんです。いや、もう本当にそれが幸せで、もう見た瞬間発狂しました。ポッキーは、ポッキー千葉さんいいですか。もしポッキーが嬉しかったらしたいです。ぜひ、今度、よかったらしたいです。あ、千葉エリーさんありがとうございます。カスミンと3人で約束したから。そうなんですよ、千葉さん、ちょっとカスミンとね仲良くしてて、全然いいんですけど、ゆいともしてくれたら嬉しいです、ね、何がいいんだろう。なんか欲しいものとかあったら今度もいっぱい送るのでお願いします。あ、そうです、お菓子は箱ごと、もう感謝の気持ちを込めて千葉さんに今度送ります。はい、もう何でもいいです。もう本当に、家が欲しいって言ったら家をあげます。あ、家はあれなんですけど、もう何でもあげちゃいます。お願いします。千葉さん笑わ、千葉さん、もう本当に千葉さん、この空気見てくださってるの嬉しいです。あ、また今度お話できたらしたいですなんかこの前裏側でこう千葉さんとカスミンが話してるの見て、ずっといいなって思ってたんですよだからぜひ仲良くしてくれたら嬉しいです。他のねメンバーの方もいっぱい、なんか千葉さんと喋ったのみたいに言って、そうなんですよお願いします。なんか今度、あ、エリーさん初見ですか。でも見てくださるだけで全然、この前カスミンの配信にも行ったって聞いたんですけど、ありがとうございます。カスミンと三角関係、そうですよ、千葉さんの取り合いでもうバチバチです。今もう千葉さんが可愛すぎて、もう千葉さんは私のものみたいなそうなんです、ごめんなさい。なんかお願いします。千葉さんじゃなくてエリさんの方がいいのでは。エリさんって呼んでいいのかな。まだエリーさん、エリーさんって呼んでいいならエリーさんって呼びたいです。千葉さんの尊敬しているところは、エリーさんの尊敬しているところは、顔がちっちゃいし優しいし、ダンス上手だし、なんかとりあえずなんかすごいいい匂いがするし、はい、もう全部が大好きです。あ、千葉さん、歯のマーク素敵ですよ。名字距離感あるから名前で呼んで、いいんですか？じゃあエリーさんで、エリーお姉ちゃん、エリーお姉ちゃんでもいいんじゃないって、あ、じゃあまず言っときはエリーさんって呼びます。お願いします。もう土下座だ、土下座です。エリーさん今度お菓子交換待ってます。でも私エリーさんからお菓子もらったら多分もう本当にずっと取っとくのでもう意地でも冷蔵庫にずっと取っときますおねあ、何気にエリーさんと三角関係、カスミンと、あ、そうなんですよ、ちょっとカスミンと今結構バチバチで、そう、
エリーさん、エリーちゃん、エリーさん、ごめんなさい、エリーさんとのことをこう取り合いって言ったらあれなんですけど、本当にバチバチです。今賞味期限は大丈夫、賞味期限は賞味期限過ぎでも千葉さんから、あ、エリーさんからもらったお菓子ならもう全部取っときます。エリーお姉ちゃんかわいい、エリーお姉ちゃん、エリーお姉ちゃん、呼びたいなら呼びたいけどエリーお姉ちゃんさん、お姉ちゃんさんっておかしいかな、じゃあエリーさんに出しておきます。エリーさん、本当に頑張ってください。今日もお疲れ様でした。土下座です、ありがとうございます。嬉しい、ちょっと今度あのカスミンに報告しておきます。エリーさんって呼んでいいって言われたんだもんって言っておきますありがとうございます。いやー、やばい、もう顔がどんどん熱くなってきてる。熱いよ。呼び捨てはもう本当にあれです。もう呼び捨ては全然、かすみん嫉妬するやつだそうです。ちょっとあのかすみんに報告しますかすみん嫉妬するよっていっぱい来てる。かすみん今見てくれてるか分かんないけど、そうですよ、エリーさんが来てくれてるから、おいでかすみん。お、あ、千葉さん、エリーお姉ちゃんって呼んでる人誰もいないからぜひ、かわいい、いいんですか、じゃあ呼んでもいいですか、じゃあエリーお姉ちゃん、あ、お姉ちゃん許可出たって、でも今日は記念日だ、今日はなんか5月12日記念日です記念日だ、やったエリお姉ちゃん、じゃあエリお姉ちゃんって許可が出た日、記念日です5月12日記念日です、覚えておきますね。もう今日は寝れないかもです。あ、エリお姉ちゃんまた見てね。じゃあ 妹になるのかな、ゆいち、あ、そこは考えないとこ、エリーお姉ちゃん記念日、エリーちゃん記念日でーすじゃあエリーお姉ちゃんまたお願いします。かすみんにも自慢しまくろうかな、エリーお姉ちゃんって呼んでいいよって言われたから、うわーすごい、うわ本当にやばい、びっくりした、ありがとうございます、エリーお姉ちゃん、エリーお姉ちゃんありがとうございます。もう本当に多分カスミン嫉妬してると思う今頃あ、ぜひあのよかったらあのちょっとあの 妹って思ってくださいもうカスミンに負けないですよ、家は。お、次、あ、次女がカスミン、三女がユイチかな、違います、まず妹がゆいです、先にゆいです、そうです、だから、はいエリお姉ちゃん記念日です、ありがとうございます。ちょっと記念日に乾杯ということでリンゴジュース飲みますね。うん、あ、記念日です、祝日にしよう、そうです、祝日にしましょう、この時は。唯一微妙に顔が赤いってそうですよ、もう本当にこれをエリオ姉ちゃんが見てくれてるだけで顔がほてっちゃう、わーすごい、本当に今日倒れちゃいます、ちょっとやばい、喉が、うん、やっぱりお祝いの日のリンゴジュースは美味しい、これもエリオ姉ちゃんのおかげですね。乾杯って、乾杯、皆さん一緒飲みましょう、今日は千葉さん記念日です、エリーお姉ちゃんって呼んで よくなった日です。うん、ホテっていうのかわいすぎるなんかね、本当に、本当だ、すごい
ピンクになってる。あ、そうですよ。だからあの千葉さんはあの私だけがそのお姉ちゃん指をしていいってことになってると思うので、他のメンバーはまだダメだよまだダメだよ。リンゴジュース美味しそうって美味しいですよリンゴジュース。今日はね、なんかもう本当に美味しく感じます。今日は祝日と同じなのでリンゴジュース美味しいです。乾杯って、ありがとうございます。いや飲みっぷりかっこいい。本当ですか。うん、美味しい。千葉ゆい可愛いやんそれは嬉しすぎる。え、本当にもう、ね、来てくださった時はね、一瞬で本当にここがピンクになりましたそう、まだ今来てくださった方がいると思うんですけど、今日はね、あの先ほど千葉さんがまずあのエリーさんっていう呼びが許可出たんですけど、だけどその後にあのなんだっけ、千葉、あ、エリーお姉ちゃんって呼んでいいようになったので、はい、ちょっと契約しましたエリーお姉ちゃん、お姉ちゃん契約です。あ、なんかちょっとあれだったけど、そう、カスミンが今頃どう思ってるか気になる。ちょっと後から連絡してみますね。なんか千葉さんがゆいのことをエリーお姉ちゃんって呼んでいいよって言ってくれたんだよって言っときますあず本人、ゆいちゆいち、あずあずちゃん、また一緒にたい焼き食べようね。いや、あずもすごい、もうあず本当にあのいつもいい匂いするんですよ。そうだから本当に嬉しいです。ああどうだ、千葉、あ、エリお姉ちゃんだ。エリお姉ちゃん、この間カーテン開けてくれてたの嬉しかったよ。あ、本当よかった、開けて、はあ、嬉しい、ありがとうございます。あ、なんか実はそのエリお姉ちゃんがあのこのポニーテールをこの前してた時に、え、なんかあの意地悪そうくて可愛いみたいな言ってくれて、もうその時は本当にもう嬉しすぎました。だからもう今度からあのポニーテールで行こうって決めた日でした。ありがとうございます。カーテン、そうなんです、私そう、あのそうエリお姉ちゃんさんにポニーテールを褒められましてそうです、だからあのもう今度からもう行こうって決めました。お、しゅうさん、今日はエリお姉ちゃん契約日です。そうです、今日は契約記念日です。乾杯。契約です。お、ポニーテールにはたくさんしてね。うわエリお姉ちゃん、うれしい。だって照れちゃう、 もっと顔が赤くなっちゃう。40度いく、熱が40度いく本当にそんぐらい。もう本当にポニーテールならもうずっと1年間ポニーテールでもいいかもしれないです。うん、ウィンクちょうだい。うん、ウィンクです。待って、あずきちもコメラいるのか。コメラいますよ。ポニーテール似合う、 ありがとうございます。ゆいちおめめクリンクリン、ありがとうございます。あ、ゆいちエリーお姉ちゃんさんって言った、言ったかな、お姉ちゃんって言った気がするんだけど、エリーお姉ちゃん、あ、そうです、今日はエリーお姉ちゃん記念日なんで、もうこの後ご飯いっぱいもりもり食べます。今日はね、お家にね、いっぱいお菓子があるからもう全部食べちゃおう今日は記念日なんでちょっといっぱい食べちゃおう宮正さん、かなりね高熱。そうです。あ、そういえば40度の感じ、この丸だけが角度でした。覚えましたよ、覚えました。この前あの本当は気温はあの C に丸だったんですけど、でもそれあのこの前のアズとユナと一緒にさせていただいたショールーム配信の時にあの丸だけ書いてて、それが角度だよって言われたんですよ。本当に嬉しすぎる。あ、テロップにエリお姉ちゃん記念日、書かせていただいていいですか。
じゃあ絵描きますね。エリお姉ちゃんの尊敬してるところは、尊敬してるところはもう本当に全部で、でとりあえずもう足がもう本当にもうこんな感じです。もうしかも可愛いしダンス上手だし、もう倒れます本当に。もう初めて見た時うわーってなりました。エリお姉ちゃん、お姉ちゃん、あお姉ちゃん漢字でか、お姉ちゃん記念日祝やったー、今日はエリお姉ちゃん記念日です。ありがとうございます。ココちゃんなんでそんな可愛いんや。可愛くないですよ全然です。唯一のストレートヘア見たことないか、もうメールで載せるのかな。いやそうなんですよ。あでもストレートヘア、あそうまだしたことないっていうか、どうなんだろう、ストレートヘアでも今度載せるので見てください。本当に暑すぎてやばい、リンゴジュース飲んじゃおう。本当にこの今日リンゴジュースなかったらやばかったかも、喉がカラカラで喋んなかったかもしれない。しゅうかさん、丸と C のドごっちゃになるの分かる、だから無難にあの漢字のドで使うようにしてる。そうですよね、やっぱりド分かんないですよね。あれ最初だから聞いた時えってびっくりしました。あ、にゃんなかさん赤いだるまありがとうございます。だるまポーズして、だるまポーズです。ひらぴさん金の星ありがとうございます。星埼玉のおじいちゃんさん、あおじいちゃんさんも赤のだるまありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ピノヒロさん、ゆいち質問、エリーお姉ちゃん以外の先輩メンバーが配信に来たらお姉ちゃんは増えるの？いやなんかそんなことは全然ないんですけど、でも全然見てくれるだけで嬉しいし、いやもう本当になんかぜひ仲良くなれるだけでも、普通のお名前呼ばせていただくだけでも嬉しいので、ただお姉ちゃんは増えることあどうだろう、まあ、その時によってかもしれないけど、ぜひ仲良くなれたらなって思ってます。エリーお姉ちゃん記念日、花の金曜日、そうですよ、今日はあの花の金曜日だし、エリーお姉ちゃん記念日だし、いやなんかね本当にでも40度超えちゃって50度いっちゃったかも。本当にこんなに見ますか、ピンクなんですよ。なんかこんなに暑くなったことなくて、私今めっちゃ汗かいてる、汗っていうかもうほてってる、すごい。ああ相手してくれてありがとう、ありがとうございます。エリお姉ちゃん、エリお姉ちゃんありがとうございます。ファンの方とたくさんお話ししてね、ハートありがとうございます。本当にもうツイッターとかもね全部見てます。メガネのやつ可愛かったです、ありがとう。あツイッターフォローもありがとうございます。もう返してくれた時は18期みんなで叫びましたみんなで会った瞬間にされたされたみたいなって叫びました。またねまたねって、ありがとうございます、見てくれてありがとうございました、ありがとうございました。また見てください、いつでも暇な時とかに。おかえり、おただいってらっしゃいですいってらっしゃいです。まだ初々しいね。そうなんですよ、ちょっと今日ねここにも書いてるんですけど、エリお姉ちゃん記念日なんですそう、あの千葉さんのことをあのあれなんです、エリお姉ちゃんって呼んでいいよって言われたんですよ。ドルミファインパーさん、エリーがお姉ちゃんになる日が来た、エリお姉ちゃんです。本当にもう土下座します、土下座です、ありがとうございます。ゆいちにお姉ちゃんって呼ばれたい、ふわこお姉ちゃん、ふわこお姉ちゃん今日何してたのふわこお姉ちゃん、あゆいちエリお姉ちゃん帰ってみたいよ、そんでさっき送り届けました無事に送り届けてました。あなピロヒロさん、なんか今
ゆいちの配信見て得した気分だわ。あー本当ですか。あしかも初見です。ピノヒロさんありがとうございます。嬉しい。もう本当にもう今日は幸せで仕方ないです。やばい本当だ。もう顔が赤すぎてもう本当に心配してます。ファンクさん、カスミンと同担だけど大丈夫です。カスミンに怒られちゃいますねいやでも、もう喋れたし、おしゃべりできたし、見てくださったし、もう今日は何言われても幸せです。ツイッターで他に先輩からフォローされたんですか。そうなんですよ、実はあ、ごめんなさい、ちょっと足が、あの山内さんとか、あと大森真帆さんとか、あとちょっと嬉しいことがあって、その柏木由紀さんからもじゃあフォローをお返ししていただいていや本当に まさかあの柏木さんがあのしてくれるって思ってなくて、本当にお返しが来た時はええってなりましたもう本当にもう意識が遠のいていくぐらい嬉しかったです。あ、エルプリメロさん、はじめまして。初めありがとうございます。はじめまして。すごいいっぱい最強って書いてある。最強ありがとうございます。携帯の位置が。ねんなかさん、おだいりなさんが今日一日警察署長してたけど、ゆいちも似合いそうだね。あ、したいです。警察になって街を平和にします街を平和にします。お日様おじさんさん、初見こんばんは。こんばんは。エモヤンさん、初見やっと見に来れたらすごいことになりました。え、本当なんですよ。もうすごいすごいことになってるんです。本当にね、ここに書いてある通りなんですけど、嬉しすぎて今顔がほてってる途中です。お、カズさん名前にバナナ追加してる。本当だ、すごい。私がバナナ好きだからとか期待していいんですかありがとうございます。お、クリスティアノ・タイワンさん、ユイチにお父さんって呼ばれたいねあ、ユイ大好きってありがとうございます。え、じゃあいきますね。クリスティアの台湾お父さん、台湾お父さんってなんかおかしいけど、お父さんありがとう。くまくまくまさん、ハルコンでメッセージカードもらえたので気になってきました。あ、本当ですか。それは嬉しい。え、カード引いてくださったんですね。すごい、もう運命運命ですよ。あれ少しね、少しの枚数しか書けなかったけど届いてよかったです。ありがとうございます。お、つよしさんかわいいって、ありがとうございます。しゅうかさん、早くゆいのサインが欲しいです。もういっぱいあげますよ。もういくらでもサインあげます。よしふみさん、青のだるまありがとうございます。青のだるま。つよしさんいいね。あ、つよしさんかわいいとかいっぱいくれてる、ありがとうございます。熱い、ありがとうございます。宮中さん、赤のだるまいっぱいありがとうございます。嬉しい、嬉しすぎる嬉しい。よしふみさん、リンゴジュースまだある。リンゴジュースは、リンゴジュースね、本当に今日飲みすぎてあとこのぐらいなんですけど、まあちょっとまだ最後らへんに取っとこうかなって思います。マー君のパパさん、初見ありがとうございます。こんばんは。あ、フォローしましたって、嬉しい、ありがとうございます。18期の、あ、ゆいちぃさん、18期のオンラインお話し会参加したいです。参加してください、ありがとうございます。リンゴジュースがなくなったらアップルジュース舐めばええんやで、小野高文さん。え、リンゴジュースとアップルって同じじゃないですか同じじゃないですか。次からギフト用意しとくね、カズさん。そんないいんですか。わざわざ見てくださるだけでも嬉しいのに、ありがとうございます。バナナマークもありがとうございます
あ、ゆりかもめさん、長崎ってみかん有名？あのみかんは有名？あ、みかんは、なんだろう、みかんっていうよりかは、あのビワっていうやつがあるんですけど、そのビワっていうフルーツが今長崎でだいぶ食べられてる気がする。ゆいちさん、長崎の有名な場所は？有名な場所は、なんだろう、有名な場所はハウステンボスとか九十九島ってあるんですけど、そこが一番有名かなって感じです。つよしさん、ファンマークはバナナかな？バナナじゃないです。バナナは好きだけど、でも私のファンマークがなんだっけ、あのライオンのマークにピンクのハートなら、ににあのうちでも見ます。全然ちょっと軽くね、ライオンとピンクのハート。ここちゃんさ、ゆいちちゃんと11歳さ、すごい。じゃあもうあのすごい、そんなにいっぱい離れてるんですか。悲しい。家も大人になりたくて。そうなんですよ。まい、ソララックさん、初見ありがとうございます。ゆいちお話し会楽しかったよ。ありがとう。ゆいちと同い年、嬉しい。ありがとうございます。あ、さっきの続きあった、こうちゃんさん、もちろん私が年上、ゆいちは気にしない。気にしないですよ、全然気にしないです。もうファンの方と交流できればもう幸せハッピーって感じです。いっぱいまたポーズをしてほしい。ポーズ、そうです、ポーズいいですよ、ぜひ入れてください。今何歳ですか？今は14歳です。中学3年生、14歳です。最近ね、すごいあの学ぶことがあって、本当にね、すごい、もうこのドとかもだし、こっちかな、ドもだし、スクショタイムから、そうそう、スクショタイムは今日2回目なんですけど、すごいいっぱいリクエストが来てて嬉しいって感じで、ありがとうございます。じゃあメイドさんポーズいいですか？じゃあメイドさんポーズいきます。じゃあメイドさんポーズは、じゃあ今日こちら、今日はじゃあこれで、いらっしゃいませいらっしゃいませメイドです。お、レイヤーさん、吉川七瀬ちゃんと坂川日由香ちゃんと山崎そらちゃん推しです。この前のコンサートで気になり始めました。ありがとうございます。もうぜひ気になって、気になってください気になってください。羊ポーズ、羊ポーズは、じゃあここがくるくるなのでこれでなんか虫みたいだけど羊です。お、誠一さん、エリーお姉ちゃん記念日ポーズ、なんだろう。そうなんですよ、今日ちょっとね、あの千葉さんからはあのエリーお姉ちゃんあで呼んでいいよって言われたので、そのお祝いの日です。じゃあどうしよう。じゃあ記念日だからイエーイってしてきます。イエーイピースだよ、イエーイでも今日まだまだ本当にほっぺが熱くて、多分このほっぺだけでも60度ある気がする60度。ご主人様はおかえりなさいませ、ご主人様ここちゃんさん、かわいすぎ、かわいすぎないです、ありがとうございます。それお腹すいたポーズ、確かにお腹すいた、お腹すいたポーズに似てる。じゃあちょっとメイドポーズは首をかしげるでお願いします。給食当番ポーズ、給食当番は、じゃあいっぱいあのお汁物とかを継ぐから、どうしよう。じゃあこれで、これ給食当番ポーズですすごい。つゆさん、俺もエリーお姉ちゃんって呼んでしまいそうだ。それはダメですよ、あの呼んでいいけど、
呼んでいいけど、なんかちょっと寂しいです。あ、40度から60度に上がりま、あ、そうです、上がりました。もうこのね、ほっぺただけで多分やけどしそうなぐらい暑いです今。キヨシさん、ウサちゃんピースって知ってますか？ウサちゃんピースってなんだろう。これギャルピースですよね。あ、これか、これだ、絶対そうだよ。これだ。ウサちゃんピースできた。ゆいちお姉ちゃん、ゆいちお姉ちゃんです。あ、お姉ちゃん、お姉ちゃんない。そう、あの、私ね、あの、だいぶ最近学ぶことが あってちょっとずつね、あの、大人に成長してます。応援よろしくお願いします。ネモハモルーマーポーズ、ネモハモルーマーポーズは、え、どうしようかな。ネモハモルーマーだから、じゃあこれサビの前のポーズ。ネモハモポーズです。お、ドンさん、ゆいちレベルアップ中、レベルアップ中です。あ、しゃ、うん、本当にね、今最初から比べるとこのぐらいいってます。みなぱまさん、鬼なのに逃げてた。ゆいちさん、こんばんは。あ、間違いです。本当にあのツイッターにね、今日あげさせていただいたんですけど、あの、鬼ごっこをしたっていうやつを入れてて、なんで私でもその文字を打ち間違えてて、あの、無事逃げれましたってこうコメントを入れたんですけど、なんで今日私はなんか鬼だったのですが無事逃げ切れましたみたいなの言葉入れてて、あ、間違ったと思って、うん、本当に恥ずかしいです。ありがとうございます。お、愛知のいちごさん、ありがとうの花束、ありがとう、ありがとう、こちらこそありがとうです。さくらさん、ハートいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。ピーちゃんさん、ゆいちの成長が、なんていうの読むんだろう、しょしょゆいちの成長は見守りたい、ありがとうございます。なんか私があと10年後にはどのぐらいの身長になってるかとか、どのぐらい頭が良くなってるかとか、ちょっと頑張っていきます。あ、いちじるしいか、いちじるしい、ありがとうございます。しのさん、ご飯作って今食べてます。お、何食べてるんですか？私もお腹空いてます今。猫パンチさん、こけそうになったの？危ない危ない。そうなんですよ、逃げてる時にあの焦りすぎてあのこけそうになりました。うん、もう本当に私小学生の頃めっちゃあのこけて膝とかもめっちゃね、あの、なんて言うんだろう、こけた後の怪我とかがめっちゃ残っちゃってたんですけど、今はだいぶね動かなくなったしあの怪我はしなくなるようになりました。あいあいさん、こんばんは、こんばんは。あ、しのさん、ごめんなさい、しのでした。しの、ありがとう。しゅうさん、ゆいちは180センチになってます。え、そうなってればいい。10年後に180センチになってたらぜひ皆さんお願いします。ライオンポーズ、ライオンポーズは、じゃあこれでライオンポーズ、ライオンポーズ、ありがとうございます。聖一さん、豚骨仲間、エリー記念日おめでとう。ああ、ありがとうございます。聖一さんすごいね、いっぱい名前に豚骨仲間だし、エリー記念日も祝ってくれて嬉しい、ありがとうございます。神おろしはレア配信だったんだな。そうですよ、神おろしはレア配信です。ほとんど私毎日ポニーテールしてるから、髪おろしはめったにいなかった気がする。イタルッチさん、その髪型なんていうの？この髪型は、なんて言うんだろう、ポニーテール&三つ編みでこれはポニーテール&三つ編みです。愛知のいちごさん、豚骨ラーメン食べてる？食べてないんですよ今日は。朝は長崎の
ちゃんぽんを食べました。朝からです。 朝早くからちゃんぽん食べちゃいました。ココちゃんさん、クマポーズください。クマポーズ、クマちゃん。そういえばこの前のショールームのユナとアズノと一緒にした時のその部屋がクマちゃんがいっぱい置いてあって、写真を載せさせていただいたんですけど、いや本当にね、もうクマちゃんに恋したってくらい可愛かった可愛かったんですよ。おつゆしさん、ポニーテール&三つ編み見せて。ポニーテール&三つ編みはこんな感じです。そう、今日ねこの髪型久々にしましたあ、三つ編み、愛知のいちごさん、三つ編みテール、あ、そう、三つ編みテールです。あ、かわいい、かわいかったって、あ、ショールーム見てくださ、見てくださったんですかありがとうございます。嬉しい。今何歳ですか？今は14歳です。なんか最初こういろんな先輩方とか、ダンスの教えてくださる先生方とかに何歳って聞かれて14歳ですって言ったら、意外にしっかりしてるんだねって最初は言われるんですけど、でもやっぱりこう長い時間おしゃべりとかしてたら、やっぱりなんか見た目は大人だったけど中身はまだ全然もう中学生じゃないねって言われて、小学生だねってこの前言ってくれましたみなぱまさん、振り回したら攻撃力強そう。あ、攻撃力強いです。私この前もダンスレッスン中にポニーテールしてて、いっぱいね、コヒとかに後ろにコヒがいて、うわーってこう殴っちゃうっていうか、ポニーテールがえーって当たっちゃったんですよもう謝罪しました。コヒ見てたらごめんね、コヒ。その本当にか、しかも髪の毛の毛量がね多すぎてもう自分で当たっても痛いしやばいです。ココちゃんさん、ゆいちおめでとう、可愛すぎるんだよって、うん、ありがとう、嬉しい。台湾いぬりさん、はじめまして。はじめまして、初見ありがとうございます。台湾から見に来たよ。台湾から見に来、台湾からですか？すごい、ありがとうございます。中身小学生なのバレちゃうのね、マミマミさん。そうなんです、私ね、自分がこう真剣に喋ってても相手にはなんか小学生みたいな内容に聞こえちゃうみたいなことがよくあるんですよそうです、なんか結構見た目は大人って言われるんですけど中身はまだ小学生なので安心してください自分で言うのもあれなんですけど。タイチャさん、初見です。初見ありがとうございます。逆コナンなんだっけ、コナン君は見た目は子供だけど中身は大人って言うんですけど、私は見た目は大人だけど中身は子供ですって聞いたことがあります。あ、しゅうかさん、しゅうかちゃん、しゅうかちゃんでいいのかな。お子様ランチとか鬼ごっことか小学生力が高くて愛おしい。そうなんですよ、まだね鬼ごっこ大好きで、こう18期生で初めて会った時もこうみんなでお互い自己紹介する時間があったんですけど、その時も私が初めまして山口ですってみんなに言った後に、私の好きな遊びは鬼ごっこですって言ってめっちゃ笑われた記憶があります。本当に鬼ごっこ大好きなんでみんなでやりましょう。愛知のいちごさん、とりあえず初見って読むんよね、ここ。そうです、初見は知ってるんですけど、初見って呼んでます。うん、初見って実は呼んでますよ。お、モンさん、ハートいっぱいありがとうございます。ハートポーズ。あ、つゆしさん、あ、ラブレターかなこれハートのシールがついた手紙ありがとうございます。
あ、キムテツさん、ハートいっぱいありがとうございます。嬉しすぎです、ありがとうございます。のんたんさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。タイジさん、18期としてもアウトオブとしても応援してるよ。あ、嬉しいです、ありがとうございます。そんな言っていただいて感謝です。さとしさん、はずみ、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ピムスさん、18期はゆいちがダントツで若いからね。そうですね、他の、あの初めて会った時に、あのコヒナ以外全員17歳ってことした時に、えぇ、ー、って思って、しかもあんまり近い年がいなかったから、あの最初私13歳で入ったんですよ、本当は。だからあのだいぶあの離れてるから、正直話せるのかなとか思ってたし、あ、17-13は4か、4歳差とかで心配だったんですけど、今喋ってみると全然そんなことなくって、そう、今は全然もう同い年に思えるぐらいめっちゃ喋ってます。たけしさん、なんで自分だけって思った。え、なんだろう、なんか本当は私より下の子とか上の子がいるのかなって思って言ってたから、最初も聞いた時はびっくりしました。クロさん、はつみ、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。お、小林大輔さん、こんばんは。今仕事終わってきました、お疲れ様です。お疲れ様です。私も今日学校頑張りました、お疲れ様です。お疲れ様です。本校の、あ、香港の目、読めるようになりましたよ。のんちゃんと喋ったこち、ことある？いや、私は、あの、竹山さんとは、あの、私一回アウトオブ48で、あの、落選って言ったらあれなんですけど、落ちたじゃないですか。で、その時、しかも、18期研究生で一人だけだったから、一人で、その、レッスン場の外で座ってたんですよ。そしたら、その、竹山さんが私のところに来てくださって、この前、あ、今日のお披露目よかったよって言ってくれて、ありがとうございますって言って、なんかすごいダンス上手だよねとか、ポニーテール似合うよねとか、いろいろなんか喋りかけてきてくれて、しかもずっと私がこうインタビューとかされる時でもそばにいてくれたんですよ。だからもう本当に、もう本当に私も先輩になったら絶対にもう誰にでも優しくなれるように頑張りたいです。のんちゃん先輩してるな。そうなんですよ、本当にね、もう先輩、頼れる先輩です今は。台湾稲荷さん、ニックネームはゆいちだと思ったけど、ゆいちです。でもところどころでゆいちって、ゆういち、うがつくんですよ。だから全然ゆういちでもゆいちでもいいです。でも本来はゆいちって言います。ゆいちーさん、こんばんは。安田隆さん、こんばんは。あ、誕生日3月13日。お、まだまだですけど。ありがとうございます。お、大野隆文さん、のんちゃん18期にパン買いに行かせるって言ってたのに。え、そんなこと言ってたんですか？でも全然私は、あの、畠山さんのためなら、パン買いに行きますよ。もう両手で抱えられないくらいいっぱい買いに行きます。こちゃんさん、スクショタイムありがとうね。こちらこそありがとうございます、嬉しいです。つよしさん、ゆいちって呼び捨てでもいい？呼び捨てしてください、ゆいだよん。ピムスさん、ゆいちが先輩になったとしても全員年上のかとかの可能性あるかも。あ、確かに、なんかこう次の子が入ってきても絶対でも私より年上はいるとは思うし、確かに考えたことなかったけど、あ、でも仲良くできたら嬉しいです。ボルトさん、のんちゃんが一番年齢近いの？そうですね、一歳差で、最近高校1年生になられて、私も早く高校生になりたいです。しゅうかさん、しゅうかちゃん。先輩のこと基本名字にさん付けだからすごく
距離感が遠くに感じるね。なんかぜひなんかもうちょっと仲良くなれたらいろんなあの呼び方で呼びたいなって思います。仲良くなりたいです。しの、ゆえかわいいよ。ありがとう、しの。しのかわいいよ。18期はみんな優しい。しゅうさん、みんな優しいですよ。なんか私があのこの前一緒にたい焼き食べようよって言ったら、お、食べよう食べようってめっちゃノリもいいし、ラブって感じです。お、埼玉のおじいちゃんさん、年上の後輩ができたら大変です。なんかちょっとどういう感じで話せばいいかわかんないけど、でもそれこそ新しく入ってきたメンバーだし仲良くなれたらいいなって感じです。ココちゃんさん、お披露目見てゆいちゃんが気になって可愛いなって思ってたから今日配信見れて嬉しい。そんな嬉しい、ありがとうございます。もうね、お披露目で見てなんか好きになったって言ってくれてる方もめっちゃいるので嬉しい、嬉しいです。ひらっぴさん、年下が入ってきたらちゃんとお姉ちゃんできる？お姉ちゃんしますよ多分でももしかしたらあの次に入ってくれる子が肩がもっとしっかりしてる可能性もあるし、いや多分そうだと思うんですけどなるべくお姉ちゃんっぽく余裕見せながらいけます。愛知のいちごさん、ジミニーのんちゃん最年少キャラ取られてやきもちしてるのよ。そんな、なんか申し訳ないです。ならもう、なんか申し訳ないんですけど、でもあの畠山さんはすごい性格も可愛いし、なんか私の中ではいつでも同じ最年少としてでいいのか。唯一の中学生だもんね。そうなんですよ、私あのそうだ、確かに唯一の中学生で、よくいろんな先輩方とか同期の人から可愛がっていただきます。お、ドンさん、18期たい焼きエピソード多すぎる。あ、やっぱ多いですよねなんかみんなたい焼き大好きでいつも食べてるんですよ。はい、もう本当に美味しすぎる。はるさん、かわいいかわいい、ありがとうございます。5000人突破、わー待って、今気づいちゃった。5000人ありがとうございます。なんかいつもこのポーズしてる気がするけど、ありがとうございます嬉しいです。ピノヒロさん、18期生は箱押しするから単押しは作らないで。でも箱押しは嬉しいけど、いいのことも気になってくれたら、嬉しいかな。でも箱押しでも全然ありがとうございますって感じです。みなばまさん、年上の後輩が入ってきたら、おい19期、パン買ってこいって言うのが正解。いや、もうそれはできないですよ。いや、もうそれはもう本当に申し訳ないです。もう逆に、年上の方だから私がその後輩でも、パン買っていきます全然あ、つよしさん、お昼前のネマハマ見せられたらファンになるよね、かっこよかったって、ありがとうございます。ね、まさかネマハマルーマでね、あのセンターになれるなんて思ってなかったし、もう嬉しすぎます、ありがとうございますって感じです。なんか最近あのユナがネマハマルーマ踊ってるのを見て、本当になんか練習をしたのかわかんないんですけど、なんかお披露目の時よりめっちゃ足が上がるようになってるんですよ。だからもう本当に私もね、一応お披露目でセンターやらせていただいたので、もうね負けないようにね今足上げ頑張ってます。ピーちゃんさん、頼まれる前にのんちゃんにパン持っていったら、そうで、この今度プレゼントしようかなもしよかったら、もしよかったらあの竹山さんにパンをいっぱい買っていきたいです。あ、みちゃさん、はじめまして、ありがとうございます。今日は数学あれ学校であったんですか？今日はね、数学はありましたよ。今日は何時間目にあったかな。でも今日授業中あの難しい問題が多すぎてもう半ば諦めてきたんですよ。諦めてて、それであの
先生にその途端あの当てられたんですよ、分かんない問題のところをちょうど。だからなんかもう本当に分かりませんって言ったら、こうみんなの前でじゃあ一緒にやりましょうって先生から言われて、そうだからみんなの前でその分からない意味分からないことを言いながら時間過ごしてましたまさか自分が当てられるって思ってなかったからふうって感じ。誠一さん、エリーお姉ちゃん唯一のツイートしてほしい。してほしい。エリーお姉ちゃん記念日って今日も私あげたいんですけど、届いたらいいな。エリーお姉ちゃんってエリーさんに届けばいいな。エリーお姉ちゃん届けばいいなって感じです。お、たけしさん急にパン買ってきましたって。買ってそう本当私あの事前に何も言わずに、うん、本当にもうバタしちゃう癖があるからあのこの前もあの福岡せいなさんにあのとばったり自動販売機で会いまして、でだからその自動販売機でピッと私が先にあのお水を頼むあのいいとなんかボタン押していいよって言われたからピッて押して、その私が買ったお水を福岡せいなさんにはいあげますって突然言っちゃったんですよだからその福岡さんもめっちゃなんか戸惑ってらっしゃって、なんか逆になんか申し訳ないことをしたなって思いました誠一さん、カスミンが騒ぎそう。カスミン騒いじゃうのかな。でもカスミン絶対なんか言ってくると思う。たけしさん、それは先輩困惑するわって。そう、なんかちょっとあのお水買ってあげましょうかとか最初言ったらよかったんですけど、突然私がピッて買った後にすぐパッて後ろ向いてどうぞお水ですって言ったから絶対あの困惑されたんだでしょうけど、なんか申し訳ないです。なんかあ、なんか逆に申し訳ないことをしたなって、その時めっちゃ後悔しました。ツイッターフォローしました。ツイッターありがとうございます。皆さんフォローしてください。ありがとうございます。嬉しい。お、そらさんこんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ボルドーさん、後輩に奢られるのは逆に気まずい。あ、やっぱ気まずいですよ。なんかすごい戸惑ってらっしゃって逆に後悔しちゃいました。ピーちゃんさん、どんな反応だったの。あ、私があの福岡さんにお水を渡したらなんかええみたいなえ急に何みたいな感じのお顔をされてて、いや大丈夫だよみたいな、ちょっとあの困惑されてて後悔しました。後悔です。今度はちゃんと事前に言ってからおごるようにしたいと思います。うさしおさん、買い物から帰ってきた。ただいま。あ、おかえりなさい。買い物お疲れ様ですしゅうかちゃん、ツイッターの通知取ってるよ、いつも見てます。あ、ありがとう。うん、嬉しすぎる。しゅうかちゃんありがとう。じゃあしゅうかちゃんだったらしゅうかさんありがとう。あ、けんいちばら、けんいちなんかすごい、もう18期のみんなもね、けんいちさんのことめっちゃ認知してますよ。水だけに水に流してくれるよ。あ、すごい面白い。確かにですね、水だけに水流してくれますね。すごいお上手ですよ、けんいちさん。しのさん、しの、ご飯食べ終わった。あ、ご飯食べられましたか。今日は私もまだ食べてないのでまた食べようと思います。うん、お腹すいた。あ、おーちゃんさん、ツイッターの文章と写真が毎回可愛いね。いや、そんなことないですよ。いや、なんかでもちゃんとね、あの文章、私あの結構おしゃべりするときによくなんか喋ってたら、え、どういうこととか言われるんですよなんかね、話す、なんだろう、話の内容がうまく頭でまとめられなくて、ちょっとあのだからツイッターでもそこは気をつけるようにしてます。でも今日はそのあの鬼ごっこの件も間違ったし、もっと頑張りたいなって思います。
小林大輔さんお腹すいた、私もお腹すきました、泣く、お腹すきました。春信さん、同期とご飯行ったらお姉ちゃんメンバーはおごりくれますか。え、そうなんです、私にすごいおごってくれて、なんかもう嬉しいって感じです。あ、でもこの前ゆなとゆめみんと一緒にご飯行ったんですけど、でもその時は自腹でした。それ当たり前なんですけど、でもみんなおごってくれますよ。カズさん、鬼が逃げてたし、鬼が逃げてたし、そうなんですよ、私なんかツイッター間違えて鬼だったんですが、無事逃げ切れましたとか、すごい意味わからないこと書いてて申し訳ないです。はるさん、クマのぬいぐるみを抱っこした写真は可愛すぎて保存したよ。おー、クマの写真気に入ってくれたら嬉しい。本当にね、私もクマに対して惚れました。あ、これ可愛すぎて惚れました。カズヤさん、あ、ハチマキの人、あー待って、今気づいた、カズヤさん色をハチマキめっちゃ変えてましたよね、覚えてますよ、ありがとうございます、また来てくださいね。花の金曜日は満喫してますか。満喫してます、イエーイイエーイ、満喫してます、嬉しいね。そう、今日花の金曜日です。お、さくらさん、ゆめみんとの空気平和そう、めっちゃ平和ですよ。え、なんか最近本当にゆめみが年下に見えてきました、可愛すぎて。なんかレッスンの時もゆいち今日頑張ろうねって言ってくれるんですよ。しかも毎回ここになんか、ま、いつもいつも違うピンとかつけてて、もう可愛いって感じです。カズさん、先輩とご飯行った、まだ行けてないんですよ、先輩とご飯、はい、だから今度ぜひ機会があったらお願いします。ボルトーさん、かわいいかわいい、ありがとうございます、嬉しい。さくらさん、ゆいちくまっぽい感じな、かわいい、あ、くまさん、くまさんって言われるのも嬉しい。なかなか。たけちさん、たけしさん、ゆいちに覚えてもらえるのいいね、たけしさん覚えましたよ、お名前で。小林大輔さん、ゆいりと一緒に行ったらおごってくれない、村山さんには本当にご飯行ったとしても逆に私が村山さんの分をおごりたいぐらいの気持ちで行きます。絶対に。あ、埼玉のおじいちゃん、かわいいかわいい、ありがとうございます。あ、愛知のいちご、今日が金曜日なら明日は土曜、明後日は日曜ってマジですか？うわー、そうですよ。なんか、ちょっと思ったんですけど、休みの日って、ね、めっちゃ時間過ぎるの早いなって思っちゃいます。なんか最近ちょっと怖いことがあって、なんか朝に、前はアラームをかけてても起きれるようになったんですけど、今は本当にもう 10回ぐらいアラームを設定しないと起きれないんですよ、もう1回じゃ起きないんです。はあ、しゅうかさん、ひなのはゆいに厳しいって聞いたんですか、聞いたんですが本当ですか。ひなのは、でもなんか最近はでも仲良くしてるんですけど、あ、そう、ひなのはね、厳しい、一番厳しい。私がたい焼きを食べたいって言ったんですけど、そしたらダメ、今日はダメみたいな。そう、でもちゃんと管理はしてくれてるけど、ひなのは一番18期の中で厳しいかなって感じです。おーちゃんさん、先輩を立てて怒らせてあげる、いや申し訳ないですよそんなに。ひろきさん、こんばんは、こんばんは。ボルトさん、ダメなのか厳しいね。え、そうなんですよ、厳しいんです。もうひなのはでもな、そこら辺はでもやっぱり体格とかもすごい管理してくれてる、管理っていうか気にしてくれてるので、もう、まあ、そこは厳しいけどありがたいって感じです。カズさん、ゆいちって話し方が穏やかだからラジオ向きかもね。ラジオもいつか出てみたいです。もし出たら皆さん聞いてくださいね。
ね、ニニギさん一人ぐらいしっかり者がいないとね。そうですね、しっかり者は大事ですよ。でもなんか最初あの初めて会った時はあのやっぱり一番第一印象はサイだったんですよ。だけど、まあ、今ももちろんサイはあの頼もしいんですけど、やっぱり一番出てくるのはユナなんですよね。あのユナがもう本当に頼もしすぎて。お、ケンイチバラ今度食いしん坊配信お願いします。今度なんかご飯食べながらしたいです。ハラノブさん、18期で家族になったら家族構成は、まずゆめみんはなんだろう、もう赤ちゃん赤ちゃんで、小ひなは一番どうだろう、もう本当に次女ぐらいのお姉ちゃんで、アズマじゃ赤ちゃんにしましょう。アズマ赤ちゃんです。で、ひなのはなんだろう、ひなのはね、どうだろう、難しいな。ひなのはじゃあ私より一個上のお姉ちゃんです。で、かすみんはなんだろう、私より一個、あ、二個ぐらい上のそう、かすみんね、意外にしっかりしてるんですよ、ああ見えて。そうだからすごいです。で、あとさえはもう、さえはね、長女って感じです。で、ゆなはお母さんゆなはね、本当に お母さん状態です。赤ちゃん多いな、そうです、ちょっとあの赤ちゃん多めです、この18期生は。意外にしっかりってそうなんですよ。かすみんはでも最初はなんかでも結構しっかりしてそんな感じだなって思った。あ、でもしっかりはしてるんですけど、もっと頭いいって思ってたんですけど、今はなんかまあ勉強もできるけど、今なんかお笑いって感じがしてお話し会でのかすみんのアピールすごかった。なんかすごい、でもかすみんってすごいなんかおしゃべり上手だなって毎回思います。なんか何話しても会話途切れることなさそうだなって感じです。あと5分じゃなくて何分だっけ、7分で終わっちゃいます。はあ、悲しい。本当にもう最近時間が過ぎるの早すぎて、もうタイムループしてる気分です。ちくわドーナツさん、はつみこんばんは、こんばんはありがとうございます。しゅうかさん、ちゃん付けで全然いいのよ。もともとオンラインの時にちゃんにしてって言おうと思ってたから、あ、ちゃんでいいのかなじゃあしゅうかちゃん、しゅうかちゃん、オンライン来てね。さくらさん、かすみん記憶力いいかも。あ、そう、あのね、かすみんはね本当に記憶力いいと思います。私も。健三さん、こひちゃんも面白そうだね。こひも本当に面白い。なんか、なんだろう、最初はなんか大人しそうだなってイメージがあったんですけど、ね、こひなはもう本当に、こひなもトークとか上手だし、めっちゃ面白いです。そらさん、アウトオブ48見てるよ、頑張って、ありがとうございます。ハッピーサッピーさん、あ、待って、もうマークつけてくれてる、今気づいちゃった。ハートとライオンだ、ありがとうございます。ゆういちは推しです、大声。あ、ハッピーサッピーさん、ありがとう、かっこ大声ですつよしさん、2時間一瞬だ、オンラインも行くね。あ、待ってますよ、本当に一瞬です。ゆいち20時まで、そうです、今日はね、あの20時までで、20時からはゆなが配信します。ゆな頑張ってくれ。よしふみさん、長時間で配信疲れてない、大丈夫で、大丈夫ですよ、大丈夫だよ、全然疲れてないです。今日はしかもね、記念日なので、もう楽しかったです。ゆいちお話し会楽しそうだな、楽しいですよ楽しいですよって自分で言うことでもないんですけど、ぜひ、ゆうも楽しみにしてます。あ、しゅうかちゃん、オンライン3枚撮ってるから今から楽しみに。お、3枚も、お、じゃあ
楽しみですよ。しゅうかちゃん会いたいね。また来てくださいね。しましましまい押してます。あ、しましましまいありがとうございます。なんかしましましまいをなんかペアで押してくださってる方とかもいて嬉しすぎる。嬉しすぎるです。ありがとうございます。お、ドレミファインパータさん、あ、ファインバータさん、ゆいちちゃんのお話し会必ず参加しますね。やったー、ありがとうございます。せいちさん、川崎で会って以来会えてない。いや、そうですよ、豚骨仲間ですし、豚骨のお話いっぱいしましょう。ランチューさん、一番頭良さそうなのは、もうダントツ頭一番いいのはサイだと思います。なんかピアノもできるし頭もいいし、もう憧れで仕方ないですよ。おララッキーさん、お疲れ様、お腹空いてるでしょうって、ありがとうございます。あ、ランキング、ランキング読みましょう。ランキングを、じゃあいきますね。13位の方からいいですか。じゃあ13位、しゅうかちゃん、お、ゆいやず、しゅうかちゃん、またオンラインお話し会で会いましょうね。お、12位、たけしさん、たけしさんありがとうございます、もう感謝。11位、埼玉のおじいちゃんさん、あ、ありがとう、今日はコメントいっぱいありがとうございました。10位、にゃんなかさん、にゃんなかさんありがとうございます。お、9位、よしふみさん、よしふみさんありがとうございます、もう感謝です。8位、つよしさん、あ、つよしさんオンラインも行くねって待ってますよ。つよしさん、今日はコメントいっぱいありがとうございました。7位、キムテツさん、キムテツさんありがとうございます、嬉しいです。6位、ひらっぴさん、ひらっぴさんありがとうございます、嬉しい。5位、ピーちゃんさん、ピーちゃんさんありがとうございます、コメントもしてくれて嬉しいです。4位、さとちゃんさん、あ、しましましまい推しだ、イエーイ、しましましまいこひとだよ、ありがとうございます。3位、せいいち、とんこつ仲間エリー記念日おめでとうって、ありがとうございます。そう、今日はエリーお姉ちゃん記念日です。とんこつ仲間、とんこつ仲間のせいいちさん。2位、ハッピーサッピーさん、あ、ハートとライオンつけてくれてる、嬉しい、ありがとうございます。わざわざつけてくださって嬉しいです。それでは1位、モンさん、星南組渋イブイブ、ありがとうございます、嬉しい。もう今日も一日楽しかったですね、ありがとうございます。ありがとう、おりごとう、ありがとう、おりごとう、ありがとうございます。またゆいちの配信見に来るよって、ありがとうございます。しゅうかちゃんありがとう、ラブ、ラブです、いいもラブですよ、ありがとうございました。また見に来てください。あと1分だよ、まだみんなあと1分あるから、いっぱいコメントください。ケイチおりごとう、ケイチさんありがとう、おりごとう、また握手会来てください、握手会ってかお話し会来てください。配信ありがとうって、ありがとうございました。お、カズさんフォローしたから次も見に来る、ありがとうございます、バナナマークありがとうございました。あ、すごいいっぱいギフトが、あ、ペンライト結婚してとかいっぱいありがとうございます、あ、感謝で仕方ない。ピーちゃんさん27日7日のお話し会楽しみ、お、待ってて。あ、ケンイチさん行くぜベイビーベイビーまた来てね、ケンイチさんも。じゃあ皆さんお疲れ様でした、いい夢を見てください、バイバイ。